シータイガーはフランスのトムソン CSF 社が開発した二次元レーダー。フランス海軍では DRPV-15 として正式化されたほか、3歳版は中国人民解放軍海軍で363型レーダーとして装備化されている。また、発展型のシータイガーマークにも開発され、こちらは DRPV-15C として正式化された。本機は、 ベガ戦術情報処理装置のフリーゲート用拡大版の主センサーとなるべく開発された。すでに小型艦向けに配備されていたベガ戦術情報処理装置は C バンドのトリトンレーダーを主センサーとして採用していたことから本機はいわばその大型カバンと言える。動作周波数はより長距離探知に対応した S バンドに変更された。これにより、 例えばレーダー反射弾面積2平方メートルの目標に対する探知距離はトリトン2では 30km であったのに対してシータイガーでは 110km に延伸されている初期型の DRBV-15C タイガーはメッシュ型で横長のパラボラアンテナを採用していたが DRBV-15CC タイガーマーク2ではプレーナアレイアンテナに変更された フランス海軍、コロンビア海軍、サウジアラビア海軍、中国人民解放軍海軍。ありがとうございます。